から、作品展示を構成いたしました。一つ目がこの生11日間の睡眠時間の記録という作品です。線路字で数を数える方法を各線法っていう呼び方をするんですけど、普通は数を数えるときに1から2になるときは1を消して2を書くと思うんですけど、この各線法っていう方法はその数を数えた分だけ線が残っていくという数え方になっています。今回は線路字を使って自分の11日間の睡眠時間を数えました。まず24時間、これが1日分になっていて、24時間を分数に直すと1440分になるので、それをまず0時から23時59分まで1本ずつ線を書いていきます。その上から自分のこう寝た時間を絵の具でなぞっていきます。なのでこのちょっと隠れてる部分が自分の寝た時間で、この白色で見えてる部分が自分の起きている時間になっています。色は前の日の絵の具に少しずつ継ぎ足しながら変化させています。この作品は生徒者の睡眠時間の記録という作品になっています。これは先ほどとは違って、他者の睡眠時間を記録していきました。知り合いや友人にお願いして1週間分の睡眠時間を記録してもらっています。基本的には自分が眠ったら随時私に報告してもらって、1週間分の睡眠時間をこう追いかけるように書いていきました。なので私もこれを1日ごとに順番に書いていて、1週間かけてこの1枚の作品を完成させています。で、1日目にこの塗っている色なんですけど、その色は本人に決めてもらって、そこから私が順番にこう継ぎ足していって、で1週間分の記録を書きました。そうですね、この一つ一つの作品からなんかその人の生活のリズムとか、なんかこういう寝てる時間からその起きてる時間が見えてきて、なんかそれぞれいろんな生活をしてるんだなっていうのが一つ一つ見えてきた作品かなと思います。最後にこれは跡形という作品になっています。跡形っていう言葉はもともと何かがあった証拠として残っている印のことを言います。これはすべて夢や記憶をテーマに書かれていて、夢を見るけど朝起きるとすぐに忘れてしまうっていうところから、その忘れた記憶はどこに行ってしまったんだろうかっていうことを考えながら書きました。忘れた記憶はなんか消えてしまったのではなくて、上からどんどん新しい記憶が重なっていくことで見えなくなってしまっただけなのではないかっていう考え方から一つ一つ作品を作っています。今回は自分の見た夢を短い単語や文章でメモする、絵の中にメモするところから書き始めました。書いた夢の内容を忘れた時に自分が作品がこれが完成っていうことで決めて終わらせています。以上になります。ぜひご覧ください。